今回はマイナポイント第2弾、マイナンバーカードの申請はお早めにという内容で、尾道市役所情報システム課の月置秀香さんにお話を伺います。月置さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイナポイント第1弾に続いてマイナポイント第2弾が始まっていますが、今回はどのような仕組みになっているんですか？はい、マイナポイント第2弾には3つの施策があります。まず1つ目は、マイナンバーカードを取得している方がマイナポイントの申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、ご利用金額の 25%、 最大5000円分のポイントがもらえるというものです。ただし、マイナポイント第1弾にすでに申し込んでいる方は対象外となります。2つ目は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する申し込みをした方は、マイナポイントの申し込みをすることで7500円分のポイントがもらえます。3つ目は、公金受取口座の登録をした方はマイナポイントの申し込みをすることで7500円分のポイントがもらえます。2つ目の健康保険証の利用申し込み、3つ目の公金受取口座の登録に対するポイントは、マイナポイント申し込みの際に選んだキャッシュレス決済サービスに直接付与されますので、チャージやお買い物をすることなくポイントがもらえます。とてもお得な内容ですね。このマイナポイント第2弾はいつまでに申し込みをすればいいですか？はい、マイナポイントの申し込み期限は令和5年2月末までになっています。またマイナンバーカードを新規取得した人が対象と聞きましたが、いつまでにカードを申請すればいいのでしょうか？はい、マイナポイント第2弾は9月末までにマイナンバーカードの交付申請をした方が対象です。マイナンバーカードをお持ちでない方はお早めに申請いただくことをお勧めします。7月下旬から9月上旬にかけて、まだマイナンバーカードをお持ちでない方に対してQR コード付き交付申請書が順次送付されています。用紙の右下にある QR コードをスマートフォンなどで読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができます。自分でマイナンバーカードの申請をするのが難しい方に対しては、市役所などでサポートをしていただけると聞きましたが。はい、市役所市民課浦崎支所を除く各支所で、写真の撮影からオンラインでの申請までを職員がお手伝いします。受付時間は平日の朝9時から夕方4時まで、手続きは10分程度です。手続きは10分程度でできるんですか？気軽に立ち寄れますね。マイナンバーカードの申請手続きに行くときに必要なものはありますか？はい、お持ちいただくものは2つあります。1つ目は運転免許証や健康保険証など本人を確認できるものです。2つ目はマイナンバーカード交付申請書をお持ちください。マイナポイントの申し込みも市役所で手伝っていただけると聞いたんですが。はい、市役所市民課および浦崎支所を除く各支所でマイナポイントの申し込みの手続きを職員がお手伝いします。受付時間は平日の朝9時から夕方5時15分までです。それは助かりますね。マイナポイントの申し込みに必要なものも教えていただけますか？はい、まずマイナンバーカードとカードを取得された時に設定された数字4桁の利用者証明用電子証明書に設定した暗証番号が必要です。次にマイナポイントを申し込みするサービスの決済に必要なもの、例えば店舗などのカードや決済アプリをインストールしているスマートフォンなどをお持ちください。また申し込み時に決済サービス ID とセキュリティコードが必要になりますので、ご確認の上お越しください。わからない場合は各決済サービスの事業者にお問い合わせください。
そして公金受取口座の登録をされる方は、口座番号等がわかる預金通帳などをお持ちください。登録できる口座はご本人様名義の口座のみとなります。その他に注意することはありますか？はい、マイナポイントを申し込む決済サービスはあらかじめ決めた上でお越しください。また決済サービスによっては事前に決済サービス側で登録が必要なものがあります。事前登録については市役所でサポートすることができませんので、必ず済ませた上でお越しください。そしてサポート窓口において受付が集中した場合、お待ちいただくことがございます。申請には余裕を持ってお越しください。わかりました。それでは最後に一言お願いします。マイナポイント第2弾は9月末までにマイナンバーカードの交付申請を済ませた方が対象となります。マイナンバーカードの申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。今回はマイナポイント第2弾、マイナンバーカードの申請はお早めにという内容で、尾道市役所情報システム課の月置秀香さんにお話を伺いました。月置さん、ありがとうございました。ありがとうございました。